2024日本学生陸上競技個人選手権は15日、神奈川県のレモンガススタジアム平塚で2日目が行われた。男子100メートル準決勝で、昨夏のブダペスト世界選手権代表の柳田博樹、東洋大三年が9秒97、追い風3.5メートルを記録した。予選は10秒23、追い風1.1メートル、 の一着だった柳田。準決勝もスタートから抜け出し独走した。堂々のミ一着。追い風参考ではあったが、9秒台で実力を示した。柳田は群馬、東農大二高から東洋大に進学。自己ベスト10秒02を誇り、パリ五輪参加標準記録、10秒00の突破が期待されている。